久保さん、今回は、やはり思考は実現化するにしましょうか。アンチテーゼいきましょう。やはり思考は実現化すると。これで切り込んでいきましょう。これ結構でも、題材としてはね、終わりにしたいところもありますけど、別に SEO 的にもね、まあ、ロングで、まあ、いいんじゃないかなというとことで <laughs>。これ何かっていうと、まあ、僕スポーツやってたんですけど、例えばね、あの、別にどうでもいいと。 どうでもいいと。負け、まあ、負けてもいいよと。どうでもいいよと。まあ、野球チームがあるとするじゃないですか。みんな、チームが、もうエラーしてもいい、負けてもいい。っていう A チーム。で、B チームは真剣に練習して勝ちたいと。勝つために練習してきた。これ、どっち勝ちます多分 Q、9はまあまあ、よほどのことがない限り、多分こっち勝つと思うんですよ。まあ、同じレベルですよね。同じレベルで、同じレベルで、 だけどこっちエラーしてもいい。ボンミスしてもいい。別に勝,ち勝とうと思ってない。で、こっちは勝つために練習をしてきた。でもスキルは一緒。じゃあ、スキル一緒なのに、多分未来って変わると思うんですよね。どう思いますか ?100 歩譲って絶対ではないかもしれないですけど、僕は変わると思います。どう思いますかね。だって、試合中ね、エラーしてもん。えうエラーいいじゃんみたいなね。 OK? みたいな。もうその間、もうルイ走ってるわけですよね、みんな。で、1点みたいな。あ、1点入っちゃったねあ。いい、いい、いい、負けてもいいし、みたいな。適当にやろうぜ、みたいな。勝てます <laughs> 勝てないでしょ。そんなんあんまないですよ。ビジネスの世界なんか。そんなんで勝たせてくれるビジネスあんすかないでしょ。みんなしのぎを削ってるわけですから、自分の自社の商品をどう売るのかしのぎを削ってるわけじゃないですか。そんなん中で勝てるわけないですよね。 適当にやって,てうんだからまあ思考大事じゃないですかねだから要はファンタジーにしないってことですよ単純にディズニーランドにすんなと思考は実現化する思考しただけでファンタジーが訪れる思考しただけで何1億稼げるそれをファンタジーにしてる思考はあなたでしょっていう。 してますね、思考は実現化する思考しただけで、え夢叶うってファンタジーにしてるのはあなたの思考でしょと。思考をどうあの絶対的なものにするのか。じゃあ、やらないといけないよね。やるべきこと、いろんな要素あるよね。じゃあ、これ、このスキルつけないといけない。このスキルつけないといけない。じゃあ、これを手に入れるためには、これが必要、これが必要、これが必要。それを考えて、全部やっていくっていう。でも、思考は実現化する。あ夢は叶うんだ。 じゃあ、紙に書こう。みたいな。あ、これで夢かなった。っていう思考のレベルですよね、結局論。<laughs> そんなんかなうわけないじゃないですか。そんな甘いもんちゃいますよ。ね、久保さんが言った通り、這いずり回らないと無理ですよ、そんなのは。1億。一般の人が3年で1億とか稼ぐんだったらね。無理無理。うん。だそのファンタジーにしてるかしてないかは、その人のやっぱ思考じゃないですかね。結局 <laughs>。うん。 で、まあ、久保さんの問いですよねあの、自由って何なのかっていうね、これね、面白い、僕、本読んでてね、これ面白いなと思ったんですけど、久保さんのあれに精通するんですけど、あるサラリーマンがね、あのエリートサラリーマンがね、通ったわけですよね。あのあの高,架下高架下にホームレスさんがいまして、もう煙じゃらでね、もう、恵んでくれみたいなホームレスがいたわけですよ。で、エリリーートサラリーマンがこうブスッとね、 スーツを着ながらこう通るわけですお兄ちゃん、かっこいいね。どこが海に行くんだよみたいな。酒飲みながらね。おえみたいな。兄ちゃん、なんかすごいね。なんか、気張ってるね。みたいなね。どこへ行くんだよみたいな。い仕事ですと。そうかと。お兄ちゃん、なんで仕事頑張ってんだと。それは僕はあの仕事頑張って稼いで、えー、いろんなものを買いたいんだと。そうかと。兄ちゃん、何買いたいんだと。いや、なんか高級車とかね。買いたいね。とそうかと。 それ手に入れたら、兄ちゃん、どうし、最終的にどうしたいんだと。それは最終的には、金を持って、ね、自由になりたいねんと。自由な生活したいねと。金を持ちたい。金持って金持ちになって自由になりたい。で、そのね、あのー、こう、ビール飲んでね、わー言うてる人がね、あ、そうかと、兄ちゃん、俺自由やけどな、みたいなね。一 <laughs> 本みたいなね。これすげえ面白いね。本のくだりでね、すげえ面白かったんですけど。<laughs> あなたはこの話に何を感じますかで僕の自由の定義は僕の自由の定義は自分の意思で24時間を生きているとこれが自由であると自分の意思で自分の意思で24時間生きているのかそしてその意思の中で例えばこれ食べたいなと思った時にその選択ができる、まあ、久保さんも言ってましたけどね 自分の意思はこうしたいと思ってるんだけどお金がなくてそれができないと。もしくはお金がなくてもお金の稼ぎ方が分かるからお金作ってそれをやっちゃう。それは自分の意思でそれができちゃう。それは自由じゃないですか。だから、まあ、ざっくり言うと24時間を自分の意思で生きている人が自由じゃないのかなと。なぜならば自分を本当に生きてるわけですから。 人生っていうのは24時間の積み上げでしかないです。一日24時間をどう生きてるのか。好きな時に寝る、好きな時に起きる、好きなように仕事をするうー、好きな時にどっか遊びに行く。それが自分の意思で全部選択して生きてたとするならば、それは本当に自由なんじゃないかなと思います。多くのの人はは、自由じゃないいっていうのは 誰かの意思、会社が決めた意思、え国が決めたルール、そなんかそ,そういうのにがんじがらめになってるわけですよね。まあ、国が決めたルールは守らないといけない部分はありますけれども、別に会社が決めたルールを守らなくてもいいわけですよ。ぶっちゃけ。え、そうじゃないですかだってあなたが会社のルール破ってリストラになっても、あなたの会社潰れるんですかあんまないですよね。 まあそこまでの重役になってるんだね、そのあなたが会社が、あなたが会社に出社しないことで、えー、いなくなることで、その会社が潰れるであるならば、その程度の会社です。申し訳ないですけど。会社っていうのは組織で動いてるので、一人が抜けてもね、リカバリーできるような組織じゃないと、ずっと永続的にビジネスできないじゃないですか。あなた一人が抜けるだけで回らないみたいなね。それはビジネススキーム的にどうなのって話ですよね。 だからジャパネット高田も社長、確かにジャパネットの社長がキャラクターとなってガンガンやってたけど、今ジャパネット高田の社長引退してるわけですよ。でもそれでも売り上げ作ってるわけですよね、ジャパネットは。だそれは、そのちゃんとそのスキームができてるからですよね。うん、でもジャパネットの高田といえば、高田社長だったわけですけど、今高田社長いないんです。で出てこないですよね。だけど売り上げ作ってますよ。それはちゃんと組織のスキームができてるからですよね。あれだけの。 あれだけのメインキャラがいなくなってもビジネスは売り上,上げ上げてるわけですよね。多分ジャパネット高田赤字出してるのかなちょっと調べていいですかジャパネット高田売り上げジャパネット高田グループ連結売り上げは2405億円過去最高2020年12月期。 えー、2020年12月連結売上高前年比15.8%増2405億円過去最高記録を更新したコロ,ナコロナの枠で通販 ECGO が巣ごもり商品などの生活家電が通販を伸びたこれ出てますねの伸ばしてるみたいですね <laughs> 売上過去最高あんだけのメインキャラがいたとしてもねいなくなっても過去最高出したらしいですよ まあまあ、ここに書いてある通り、コロナっていうのももちろん巣ごもり需要っていうのは絶対あったと思いますけど。うん。まあ何の話でしたっけまあとりあえず、まあ自由に関しては自分の意思で生きてるかっていう。まあだからそのサラリーマンとね、そのホームレスの人の話しましたけど、ホームレスの人は自分の意思で生きてるから、俺自由やでって話じゃないですか。もうもはや。うん。そう。だからまあ、人それぞれの生き方っていうのがあるとは思うんですけど、人それぞれ自分の意思、 どういうふうなライフスタイルを過ごしたいって多分いろいろ違うんでそれはくくりは分かんないですけども少なくても僕は自分の意思で、えーまあ、僕は今後悔ない人生を送ってるわけなんですけどなんで後悔ない人生を送れてるかっていうと今日死んでもいい人生を送れてるかっていうと24時間自分の意思で動いてる自分の意思で仕事をしているし、ね、自分の仕事でじょ自分の意思で情報を発信しているし自分の意思でやらなきゃいけない環境を作っているし。 全部自分の意志です。誰かがサージスサージズ、動画やれとかね、言われてやってるわけじゃないんですよ、うん。誰かがお前、売り上げ作れってって、で作ってるわけじゃないです。自分で売り上げを作る。それは自分の意志です。それは自分が生きていくためですね。うん。な多くの人は自分の意志がないというか、まあ弱いんじゃないですか。うん、D の意志ですね。D の意志。 ドリームをを叶えるる自自分の自己実現をする意思がだから思考は実現化するの思考を実現化させるためには意思が必要であるとまあ続きをコピーの続きをやるんだったらね思考を実現させるためには意思が必要であると、うんうん、<laughs> なんか感じですか でも思考がないときついですしね。だからその要はファンタジーにしてる思考が良くないんじゃないですか。いや、本当に <laughs>。うん。やることやらないと無理ですからね、そんなの。でも考えないとも無理だし。だから販売だって考えずに売れますかっていう。全く考えずに売れますかっていう。難しいですよね。もちろん。 一発で当たるっていう、何も考えず、ラッキーパンチ。ラッキーパンチ、ビギナーズパンチあるかもしれないですよ。でも、中長期売り上げを作っていくんだったら、それは無理ですよ。考えずに売り上げ作り続けるなんて。考えずに、ラッキーパンチを当て続ける。無理ですよ。ボクサーも練習せずにパンチ当て続けるとか、無理じゃないですから。<laughs> 無理、無理、無理。ありますよ、たまにラッキーパンチは。ラッキーパンチあるでしょだけど、 ずっとは無理だよと。ちゃんと考えないと。久保さんも言ってましたけどそのか、ねその、じゃあプロモーションやるにしても考えてどう売っていくのか、セミナーやるにどうやって集客していくのか、どうやってセールスしていくのか考えていかないとダメですよね。適当にやってて勝てないですよ。そんな甘いもんじゃないんで。まあ、小野崎さんなんかカメラ転売やってたと思いますけど、カメラ転売適当にカメラ出品してて絶対売れないじゃないですか。写真汚くて売れます売れないですよね。じゃあどうやって写真をきれいにするか考えるし。 どの角度で撮ったら一番かっこよく撮れるか考えるし、それ考えずにそ、それ、天才ですよね、考えなくても、ぱって撮ってね、めっちゃ綺麗に撮れるみたいなね、もうフ,そのフラッシュとかも考えずに、どこに配置すれば、どういう角度で反射して綺麗に撮れるかって考えなくても、なんか一瞬で撮れるみたいな、なわけないやんと。 いろいろ試行錯誤ですよね。いや、こうフラッシュをここに置いてみて、カメラをここに、あ、白のこれ置いてみて、いや、こっちかな。で、この角度かな。いろいろ考えて、よし、これだじゃないですか <laughs>。うん。まあ、考えない、試行せずに実現化できないですね <laughs>。いや、本当に。うん。試行は超大事だと思いますけどね。 でもやるべきことは泥臭いけどですけどね、目の前の、まあその一度の角度を調整するとかね、カメラのこの角度を写真撮るときちょっと一度を調整するとか、本当にそんな細かいことですけど、うんはい、思考を実現化するためには、あなたの意思はどこにあるんですかと。うん、思考を実現させる意思はあるんですかと。 あな,たにあ,なたあなたにはね、思考を実現化させる意思はあるんですかと。そこに本気に取り込む意思はあるんですかと。絶対マストでそれを手に入れたいんですかと。絶対稼ぎたいんですかと。そこに意思はどれぐらい強いんですか。うん、そう。まあ、意思というのか、覚悟というのか、志というのか、ビジョンというのか。 まあいろんな言葉の使い方、あやはありますけれども、まあ、ここじゃないですか。グッドラックです。グッドラック。